送りたいと思います。はじめまして、大好きな音楽へずっと考えて角度とか聞いてほしくて、大概ことがあんでちょっと照れくさいけれど、ずっと思っていたこと、こんなお手紙に込めて届いてくれますように。どんな時もあなたの言葉、声を聞いてるだけで力が湧いてくるんだ。ねえ笑いでたいよ、どんな時も。でも辛いくらい痛い日もあるけどね、あなたに触れるだけで気づけば、この世界が色鮮やかになる。花が咲くように。笑って泣いてどんな時だって選んでいいんだ、いつでも自由に。今日はどんなあなたに出会えるかな。この世界が終わるその日まで、あり続けていて。いつもあなたのことを求めちゃうんだ。救われたんだ、支えられてきたんだ。ねえもっと触れていたいよ、ずっとそばにいてほしい。いつまでも大好きなあなたが響いていますように。こんなたくさんの気持ち、キュッと詰め込んだ思い、ちゃんと伝えられたかな。ちょっとだけ不安だけど、きっと届いてくれたよね、全部私の素直な言葉だから。もしもあなたに出会えてなかったら、なんで思うだけで怖いほど大好きなんだ。受け取ってどうか忘れぬよ、ざわらいてないで。そんな毎日を歩いてくんだ、いつもいつまでも。辛いくらい痛いこともたくさんあるけど、この世界はいつでもどこでも音楽で溢れてる。目の前のことも将来のことも不安になって、どうしたらいいのわかんなくて悩むかどうも。そんな時もきっとあなたがいてくれれば前を向けるんだ。こんな気持ちになるのは、こんな思いができるのは、きっと音楽だけなんだ。可愛いなんて一つもないんです。どうか千年の先も、どうか何もないで、いつも本当にありがとう。